デア・ツルキアニは、ジョージアの法律家、政治家。2014年10月から、法務大臣を務めた。彼女は、同国史上二人目の女性法務大臣であった。1975年に、トビリ市で、法律家、アブタンディル・ツルキアニの娘として誕生。1992年に、フランスのリヨンにある、公立中等教育機関コレージュイコールリセアンペール、を卒業。 トビリシ国立大学を経て、1997年にトビリシのジョージア外務省外交アカデミーで国際法、国際関係学部を卒業。翌1998年に外交官資格を取得。1997年から1998年はジョージア外務省内で働き、1998年にストラスブールのフランス国立行政学院に入学。 フランス語を学びつつ、サルト県知事室に勤務した。2000年に、フランス国立行政学院を修了し、行政学専攻のディプロマを取得。2000年9月から2010年2月まで、ストラスブールの欧州人権裁判所にて、法律家として勤務。裁判所規則委員会の委員を務め、また単独裁判官の法廷にて、審査報告官を務めた。主に、 ジョージア語、ロシア語、フランス語に関連する事案を扱った。2010年2月24日に欧州人権裁判所を退職し、ジョージアに帰国。2010年5月15日、ツルキアには、前年に、元国連大使、イラクリア・アラサニアが設立した野党、我らがジョージア自由民主主義者に参加し、党の人権委員長顧問に就任。その翌月、 副党首に任命された。ツルキアニは2012年の総選挙にて、野党連合、ジョージアの夢に加わって、立候補。なざらで美小選挙区で全体の72%を、得票して勝利し、ジョージア国会議員に就いた。2012年10月25日、ツルキアニは、イバニシビリ内閣で、法務大臣に指名され就任。彼女は続く、ガリバシビリ内閣、 クビリカシビリ内閣でも続けて法務大臣を任された。2013年3月、ツルキアには国賓としてアメリカ合衆国を訪問。欧米の外交官らはジョージア新政府が政治的な点数稼ぎのために法制度を利用している可能性を懸念した。ツルキアにはジョージア政府において8つの省庁間協議会、刑事司法改革審議会、 汚職防止評議会、薬物対策評議会、拷問対策評議会、不法取引対策評議会、移民問題国会委員会、自由で公正な選挙に関する、省庁管理委員会で議長を務めた。2013年3月、野党統一国民運動は、鶴ルキアについて、政府の役割を遂行するための熟度が不足していると、非難した。ジョージアの法律では、 法務大臣になる者は法学部卒業であることが必要事項であった。彼女は行政学を修めていたが法学により卒業したと主張したことにより問題は下火となった。野党統一国民運動の議員ティナティン・ボクチャバは、ツルキアニが父親アブタンディル・ツルキアニの助言のもとで動いていると指摘し、その父親が 裁判官として働いていた1991年から1997年までの間で20人に死刑判決を下したことを問題視した。ありがとうございます。